すごいよね。なんか想像つかんわ。ずっとこの人と一緒にいれるって思えるのは、友達に対しては思ったりするけど、いや、わからん。ちょっともうわからん。ファンタジーだ。だってさ、いやもう本当に、本当に違う話、違う、そういうことじゃないんだろうけどさ、どんなエロ本も飽きるやん。いやいや、ちょっと違うかな。違ったかもしらん。ちょっと違ったか。愛ってそういうことじゃないんだもんな。だと、ちげえよ。いや、違うとは思うんやけどさ。何もわからない。何もわからない。もうなんかファンタジーすぎて、一番自分が近いものにやるとそれだっただけなんだけど。私の一番身近にある結婚相手に近いものというか、恋愛対象に近いものというか、なんて言えばいいんだろう。一番近いのが成人漫画だった。いや、もう類似検索したらそれしかなかったんやって。友達かそれしかヒットせんかって。友達ならまあずっと一緒にいるっていうの分かるから、まああれなんだけど、類似検索が本当にちょっと悲しい結果になっただけだから気にしないでほしい。なんか、それはそうとな、それはそうと、まあそんなことはさておき。そんなことはさておき。